さあ改めて放送席には、平子祐希さん、佐藤義弘さん、そして久松郁美さんをお迎えしています。皆さんよろしくお願いします。お願いします。さあ佐藤さん、はい、半年前の決勝戦のカードですね。はい、そうですね。めっちゃ楽しみです。このお互い万全な状態で見たかったんですよね。確かにめちゃくちゃいい試合になるんですかね。そうですね、平子さんそこなんですよね。二度倒されるわけにいかないですからね。確かに久松さん、三浦選手が初黒星だったんですもんね、あの決勝が。いや本当に番狂わせでしたよね、でも本当テクニシャン同士の戦い楽しみです、はい、本当に。そして彗星のごとく頂点に立ったのが彼、黒田斗真。さあ第1ラウンド、右足前のサウスポーです。佐藤さん、はい、赤いグローブの黒田は左が強いんですよね。そうですね。トーナメントで一気に上がってきた感じしますけど、はい、彼らもその前までのパフォーマンスもものすごく良かったんで。そうですか、はい、まだ20歳ですか。そうですね、来月、まあ、大晦日に21歳になります。そう、久松さん、前回も3試合戦って髪型全然崩れなかったっていう、ね、いや本当に綺麗なままトロフィー受け取ってましたよ ね、 ね、左につなげていきます。かなりこうハスに構えています。左ローキックです。前足の内側インローを放っていきます。もう5年後この2人が日本の格闘技界しょって立ってる可能性もありますからね。共に20歳ですもんね、はい、今平子さん、はい、やはりこう優勝した黒田選手が武尊選手のように倒せるんですね、この階級でも。そうですよね。でやっぱりああいう経験って、うん、2段階ぐらい男をね成長させるというかね。なるほど。1個大きな勝ち癖もついてるでしょうから。ここ中央を取っているのが黒田、その左に自分の左にサークリング回ろうというところで、左のストレートきた黒田。佐藤さんどうですか、ここまで。今のところまだお互い探り合いなんですけど、うん、でもそれでもあのお互い出している攻撃がすごいスピーディーで、はい、あのキレがあるんで見応えありますね、うん、ですね、はい、まあ、まさに万全のチャン。うわすごい、今ミドルかと思ってガードしたらインローでした。探り合いだけどダメージありますからね。そうですか、はい、本当に佐藤さん破壊力あるんですね、攻撃が、はい、バックステップパンチは届きません。三風呂インローキック、足が流れます。左ストレートきました。こう頬骨のあたりに左手を置いて、ここから綺麗にパンチが伸びてきます。赤いグローブの黒田飛び込んで左ストレート、すぐバックステップ距離を取ります。膝いや、平子さん、これだけこう倒せそうな軽量級ってすごいですね。左を据えてるのが不気味ですよね。だから照準がディフェンスがね絞れないというか、かと思えば蹴りもね強いのが飛んでくるし、斜め向いてることで、はい、より左ストレートが内側から出ると思うんですよ。だから普通の構えよりもあのガードの内側塗ってきそうだなと思う。体をかなりハスに構えてますもんね。そうですね。なるほど。あれを、あれを左の肩を前に出すような感じの左ストレートを打つと、なるほど、飛距離もより伸びますし、うん、距離感狂わせられますよね、まあ、身長も上回っている黒田、さらにその肩幅の広さもあるのでかなり遠くまでパンチが伸びてきます。さあ残りが10秒になりました。第1ラウンドです。半年前のトーナメントの決勝戦のダイレクトリマッチです。その時31秒で勝ったのが黒田でした。赤いグローブです。ここで第1ラウンド終了となりました。20歳の2人、黒田対三風呂です。K-1 の2021年を締めくくる 12.4、 ここはエディオンアリーナ大阪です。続いてはリミット53キロ、この K-1 では最軽量級のバンタム級の若い2人、画面が半年前のバンタム級日本最強トーナメント優勝した黒田斗真、一方こちらがその決勝戦で31秒で黒田の前に沈んだ三風呂和樹です。鼻が少し赤くなっています。さあ第2ラウンドが始まります。拳を合わせる両者です。右足前のサウスポーの構えが黒田、インローキック出してきました三風呂、今度は奥足狙ってきます黒田。
さあ佐藤さん、はい、この1ラウンドを踏まえてですもんね。そうですね、1ラウンド目あの探り合いの中でもお互いスピーディーでキレのある攻撃見せてくれたんで、はい、2ラウンド目よりあのお互いの圧力がちょっと強まっていくんじゃないかなと予想しています。また中央を取り返しました黒田。バックステップ、バックステップも上手なんですね。そうですね、インローキック。この今の K1 ルールにおいてはこのバックステップの技術がものすごくいきますよね。あ、なるほど、はい、組がない分、はい、あの椿原選手なんかそうですね、ですね、はい、その1回組があるかどうかもすごい大きな差になるんですよね。このだからないとなるとやっぱこういうバックステップをしっかり身につけておくと結構幅が増えるんじゃないかな。なるほど、膝カウンター狙ってきました天下を。久本さん、どんな風にここまで感じてますか。いや、なんかすごい独特な緊張感ありますよね、うん、これでも黒田選手が今回は長くしっかり戦って最後に倒したいって言ってましたよね。いや、本当にその流れができるのかすごい期待してますけどね、うん、はい、三浦和樹に対してそうそう和樹効いてると今飛び膝カウンターで膝狙っていきました黒田。この頬骨の前に置いている左のグローブ、またサークリング距離を取ります。1ラウンド目よりちょっと距離遠くなりましたね。そうですか、ほんの少しだけ。これどういうこと考えられますか。いや、どうなんですかね、黒田が距離取って今左左に回ってます。どちらかの考えですかね。そうですね、右のフック、もうしっかりとセコンドの声聞いているのが三風呂。左これ中足立ってましたね。三日月蹴りも今出してきました黒田、まあ、セコンドにはお兄さんの優斗さんもいますかね。指示の声も聞こえるはずです。左出す出すぞ、そんなフェイント。いや、平子さんおっしゃいましたけど左怖いですね。あの位置に置いてあるのが、ね、これがいつ出るのかと思って絞りすぎると蹴りがこうやって出てくるっていうのかね。さあいいですね、インローからワンツー、また距離取ります。佐藤さん、やっぱり黒田が少しこう距離を取ってますか。そうですね、うん、右のフック入れ替わりますが、さあ、ややアウトボクシングになりましたね。なるほど。さあ第2ラウンドも終了となりました。リミット 53kg です。この両者は半年前の K1 バンタム級日本最強決定トーナメント、まあ、平均年齢21歳のトーナメントの決勝を戦った2人でした。久松さん、本当にこの階級らしい若い選手たちが多いんですよね、はい、いや若かったですね、あのトーナメントも本当に、うん、これからの K1 をこう引っ張っていく選手たちがいっぱいいる階級だと思うので、はい、すごい楽しみですね。飛び膝、平子さん、先ほどのラウンドどう見ましたか。黒田選手が2ラウンド目見てたような雰囲気がね、あーはーはー、佐藤さんおっしゃってましたけども、ちょっと距離を取って3ラウンド目、次のラウンド不気味ですよ ね, ね, ね、どんな詰め方してくるのか珍しいですよ。1ラウンド目よりもちょっと引くっていう、そうですよね、はい、普通前が狭まるはずですよね、はいはい、これ黒田が全部作っているとしたら相当考えて研究してきてます ね。さあこの3ラウンド目で倒すその逆算だったのか黒田、身風呂じらせて、なるほど。さあ入れ替わります。うおっと左ミドルキック、まあ、掴んでしまいましたかね。さあ試合再開です。久本さん、そんな話聞くとちょっと目が離せないですね。いや、離せないですね、もうここで2人とも勝負出てくるですよね。ボディ、先ほども一つ出しました、沈みながら左のストレートです。左ハイキック、これもある。あ、前の手のジャブから左につなげます。ここもそうだ。佐藤さん、三風呂の方はどう見てますか。三風呂のこの2ラウンド目に意外と出てこなかったから、うん、ちょっと戸惑ってる感じがあるんですよね。三風呂も一緒に手数が少なくなった。あ、まあ、でもそれは黒田のカウンターがあるからだとは思うんですよね。そうですね、やっぱり相手があってアクションだしリアクションだし、これがずっとつながってるんですね、はい、うわすごいパンチのラッシュになった。さあ初めてこう組み差す展開、あ、これ注意が入りました。先ほどもホールディング、口頭で注意がありました。
拳を合わせます。ノーマークながら頂点に立ったのが赤いグローブの黒田斗真でした。左ストレート、すごい見えてます。入れ替わった。平子さんどうですか。三浦選手のスウェーいいですね、うん、しっかり見てましたね。今コーナーに追い込んで、あのでも近い前でお互い出し合いました。インローキック、ちょっとローブロー気味か、構わず前に出ます。三浦左ミドルハイキック出してきます。ミブロも少し前詰めてきています。先ほどの2ラウンドのこともあってか先に攻撃出します。ミブロカウンターの膝、お互いか、空中で交錯しました。残りが1分を切りました。最終第3ラウンドです。ワンツー、綺麗なパンチ、カウンター膝、ノーマークながら頂点に立った画面の黒田斗真、マイクを取って僕がどん底にいた頃から支えてくださった宍戸代表、お母さんありがとうございました。声が震えていました。宍戸代表は祝福の号泣でした。あれから半年です。返り討ちか、それとも三浦が初黒星を喫した相手黒田からリベンジを果たすか。最終ラウンドやっぱり来ています。さ残り20秒、ちょっとここバッティングありましたが、このまま戦う佐藤さん、ここまでどうですかね。そうですね、ちょっと2ラウンド目3ラウンド目はやや、うん、お互い距離が合ってない感じがします、ね、さあ残りが少なくなっています。ここで本戦の3ラウンドが終了となりました。あ、佐藤さんなるほど、だんだん距離合ってくるはずなのに、ね、面白いですね、合わなくなってたっていう。はあ、平子さん、そう聞くといろいろ戦略があったんですね。柱でちょっと距離をずらそうという考えなのか、上手的に合わなかったのか、ジャッジ、人権勝負って何が起こるか分からないですね。30対30ドロー、1人目ドロー、ジャッジ三浦30対30ドロー、ジャッジ吉田30対30ドロー。以上判定0対0、規定の様子に出していないため、これより1ラウンドの延長戦を行います。久松さん、半年前は31秒で終わったのが、はい、今度は延長戦ですよ。いや、そうですね、本当やっぱこの2人とも完璧な状態での時は全然やっぱ違いますよね、あの時と、ね、佐藤さん、はい、それでこの延長戦どう想像しますか。そうですね、なんか心理戦がちょっと見えるんですよ、お互いの行きたいけど行けないみたいな。でももう行くしかないですから ね、 そうですよね、これはもうだ、延長はもうマストジャッジですからね。もう精神、心理戦はもう抜いて、うんうん、もう根性で行くしかないかなと。やっぱり最後はそこかなと、はい、30対30ってジャッジが出しちゃったのは、ちゃんとこれは思わなかったんですよ、選手も。今の攻撃では点数つかないんだなっていう、これは点数で出てますから。そうですね、いや、平子さん、はい、連勝でこの2人終わるのか、それとも1勝1敗になるのかですもんね。そうですよね。で、黒田選手が左のトリガーを外すのか、このままでいくのか。なるほど、いきますね。これお互いちょっとこう危険なことも勝負しないといけない最終というか延長ラウンド。トビキさん入れましたね、来ましたね。三浦も行く、遠いところから右引っ掛けていきます。黒田アッパーも出してきた。いや、確かに怖いはずですこの攻撃。しかし前に出ます。三浦が左に回ります。インロー、左フック、うわ怖い。黒田リターンのパンチが早いですよね、攻撃した後の。あれ出しづらいと思いますよ、うん、左ミドルキックです。もう一つ、これも早い左だ。いや、すごいパンチの回転で、ボディも打ってきますしね。膝だ、これは今日は意識してますね、うん。でもミブロもこうプレスをかけてこれを防いでいます。本当に佐藤さんおっしゃったように、ここで全てが決まりますからね。ジャッジがどっちなんだってクエスチョン出したわけですからね。もうわずかでも上回るためにどうしたらいいかって、左フック、その戦う姿勢もそれは評価に入りますし、うん、確かに。この2人のライバル関係が1勝1敗になるのか、うん、それとも黒田が連勝か。ピック、わよくこの近い、はい、見てます。先ほどホールディング注意受けましたので、ここはしっかり手離してます黒田。
コーナーに詰めていくカウンターの膝狙いだ。この表情全く変わらない三風呂。残りが半分を過ぎました。1分23秒エキストララウンドはどちらかに必ず優劣をつけなくてはいけません。マストジャッジです。また膝を狙っていますか。左ミブロンを入れた。力道場静岡そのメンバーたちからこう具体的な指示が飛んでいます。ミブロンに青いグローブです。右のミドルキックに対してまた綺麗なカウンターの膝も出してきた。左ストレートの後はカウンター膝でした。ワンツー。佐藤さんヒットはどうですか。ヒットは若干黒田ですね、うん、が多いですね。下がり流れの強烈なパンチ左ストレート打てるのがすごいいいですね。そこ強みですね。これでも飛び込んでの膝は何発も出してきます。これも何かまた振りなのか。残りが下がって下がって一瞬バッと 出るって感じですね。蜂の、モハメドアリみたいな感じですね。あ、なるほど。蝶のように舞いながら出てくるところは蜂の人差し、まさにその毒針左の膝です。ワンツースリー。さあ残りが10秒まだ分からない。この残り10秒で流れは持っていけます。変わります。残りは5秒ほどか。出てくる。ここで試合終了です。さあこれはマストジャッジ。レフリー泣かせです。ジャッジ泣かせです。平子さん、だからお互いに最後許さなかったんですね。黒田選手ずっとストレートで徹してたのをちょっとフック多めに入れてきたり、はい、アッパー見せたりね、ここへ来てちょっと外してきましたよね。ジャッジ岡田10対9、赤黒田。1人目黒田。ジャッジ三浦10対9、赤黒田。ジャッジ吉田10対9、赤黒田。以上、黒田トーマ半年前のさらに返り討ちとなりました。対三風呂2連勝です。しかし今首をかしげました。倒しきれませんでした。そして三風呂も前回との戦いとは全く違う三風呂和樹を見せてくれました。さあ久松さん、どう感じましたか、この半年で。やっぱりこうすごいいいライバル関係なんだろうなと思いましたし、なんといってもなんかお二人ともすごいバンタム級とは思えないぐらいのパワーだったりが感じられたなと思いました。平子さん、いかがですか。判定ではあるにせよ半年前よりもやっぱりお互いレベルは段違いに上がってるなっていうのを感じましたね。だからこその判定でしょうし ね、ここは。佐藤さん、ぜひ今退きますけど、三風呂に一言。そうですね、まあ腐らずに行くしかないですよね。本当、うん、勝って怒らず負けて腐らずの選手。さあそして勝ちました黒田東馬です。来年の黒田東馬楽しみですね。ですね、さあ来年のバンタム級の中心はど真ん中間違いなく黒田東馬です。